だよ、今日はレッドコインじゃない、七色公園だよ。レッドだけじゃないから。いつもレッド公園って言っちゃう。こんにちは。いやマジで久々にステージに立ってやっぱ歌って踊ったらバリ楽しい。でもな、あのリハね、もう楽しすぎてっていうのもあるし、なんか久々に踊ったからやっぱ体力がね心配で、顔真っ赤っかになりながら今日リハーサルしたんですけど、さっきね、さっきっていうかまあちょっと前に。今日新しいカラコン入れたんだけどさ、色が何色だっけこれ、なんか茶色っぽい色、なんかちょっと痛い、ビキッときた、今肘打った、痛い。いやまあ今日はね実質2回公演なんで、まあ1回公演が終わったということでね。これから本番頑張っていきたいと思います。今日はこの会議室は私のためだけにマネージャーさんが撮ってくれました。まあ普通に事務所にあるやつなんだけどね。配信してもいいですかって昨日さ夜 LINE して、じゃあ会議室と撮っとくねって言ってくださったんで独り占めです。だから誰もいないの。ほら。で、いやちょっとね、聞いて最近さ、まあ、体力作りとしてね、何？学校の方でもね、体力作りしなきゃいけない、なんか舞台みたいなやつを最後みんなで作るんだけど、それのために体力作りをしないといけないから、最近ね毎朝クラスのみんなとシャドーボクシングをねしてるんですよ。だから腕がねめちゃめちゃ筋肉痛で、今もうこの携帯持っとるのもね結構辛いぐらい、マジ腕が痛い、筋肉痛が二の腕の筋肉痛がすごい痛い。いやマジラッシュの時やばいよ。なんか1分そのこう自分で自由にこうシャドーボクシング避けたりとか、まあ、打ったりするんだけど、その後に1分終わったら15秒ラッシュっていうのがあって、こうずっと殴り続ける両手でな、おりゃ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 みたいな、もうそれがめちゃめちゃきつくて、もう二の腕もやっぱね殴るからこう力が入るし、あとなんて言ったらいい、ここなんて言ったらいい、腕の写しにくここめっちゃ筋肉痛なるの。ここなんなん、この筋肉何、痛いんやけど、めっちゃだからもうね、この携帯を上に持ち上げるっていう力がもう今ちょっときつい、この角度が一番きつい。今日髪の毛めっちゃ迷ったんよ。私ツインテールするつもりなくてさ、ツインテールなんだけど今日。ツインテールするつもりもともとなくて、まあ、ポニーテールかねじりハーフツインかな、あとはまあおろしかなって思ったんやけど、まあおろしはねさすがに、まあ、慣れてもまあ暑いは暑いけど、やっぱ慣れてないとさ、なんかすごい暑いのよ、やっぱステージ上って踊るし汗もやっぱかくし、私は特にこう顔が真っ赤っかになっちゃうから、暑くなるとね顔に出やすい顔に出やすいタイプだから。でまあなんかメイクさんとどうしようねみたいな話をしてて、まあ、候補的には、まあ、
まあ、ポニーテールかネジハーフツインなんですけどっていう話をしたんだけど、まあ、多分上げといた方がいいよねみたいな、まあ久々の公演だしやっぱ暑いっていうのもあるから上げといた方がいいよねみたいな感じになって、まあそうですねっていう話になって、じゃあチンテールでいいんじゃないみたいな候補にも入ってないツインテールでなんか私ってやっぱ毛量が人より多い方なんですよね。だからなんかこう可愛らしいツインテールにならないというか、なんか私の理想のツインテールってこう細めのというか髪の毛が少ないけどこうシュッとしたって言ったらいいの、シュッとしたツインテールが好きなのよ、個人的に人のとか見てたら。でもなんか私のってここら辺がこうボハってなるのね、すぐこうやって膨らむの、これがすごい嫌で、あんまりツインテール、自分のツインテールあんまり好きじゃないんだけど、まあでもなんか今日はポニーテールのメンバーも結構やっぱいるんでね、まあちょっと違う髪型にしましたいや個人的にね、その人のツインテールはめちゃめちゃ好きなの、なんか皮の口の皮むけた人のツインテールは見るのは好きなんだけど、可愛いなツインテールって思うんだけど、なんか自分がするとなんか全然違うなみたいな思うんだよね。あれはどういう現象なんだろうみたいな、皮がむけてる、口の皮が取れた。ここさ、でも時計がないからね、今何分とか分かんないんだよね。15分経ったらまあねテロップが出るからあれだけど、かゆそう、今日私が、まあ、昨日の夜中のインスタライブでも話したんだけど、今日私が密かに楽しみにしているのが、今日からねマックで月見バーガーが発売されるということで待っておりましたいや本当に毎年毎年秋になると楽しみにしてるのよ、マックの月見バーガーを。だから今日はまあ、公演頑張るじゃないですか。で、まあカロリーを消費するじゃないですか。だから夜ご飯はマックを食べます。宣言しとく。うん。いや今日ね、公演ってか、まあリハに、事務所に入る前に、まあ、マックの前を通ってきたわけですよ。もう美味しそうで。食べたいってなったけど、まあさすがにね、やめましたけど。夜まで待とうって思ってな。やっぱ月見バーガーみんなも待っとったんか、今日マックに並んどる人めっちゃおったで。もう美味しいもんね。本当に美味しい、あれは。今日の公演は事務所であるのねってどういうこと？普通に劇場であるよ事務所はレッスン場しかありませんけどテリヤキバーガーより美味しいの。いや私ね、もうそもそもあんまりテリヤキをめちゃめちゃ好んで食べる人じゃないからちょっとわかんないんだけど、私は好き。あー、立花隼人さん、クマのぬいぐるみありがとう。立花隼人さん、クマのぬいぐるみありがとう。これなんか表示変わったん、なんかゴールドのなんていうんだ、その値段みたいなやつが横に出とるんやけど、ショールームなんか変わった？
だからショールームさ、こっちでも配信したことあるけど、まあ久々やったからっていうのも あるんかもしれんけど、ログインさせられた今日。照り焼きはね、あんまり食べないんだよね。私食べたことない、自分で。自分でっていうか食べたことない、マックの照り焼き。基本ダブルチーズバーガーかフィレオフィッシュしか食べないから。塩が若干変わったんだ。じゃああれじゃん、 iPad の方がまだ古いのかな、ちょっと。もしさ、ここでさ、このなんか一人の空間でさ、一人でまあ配信しとったらさ、時間過ぎるのめっちゃ遅く感じるんよね。15分まだなんかと思う。なんか家とかやとさ、まあ、リラックスしてるからっていうのもあるんかもしれんけど、なんかこうすぐ15分経っちゃうのにさ、ここやとめちゃめちゃ遅く感じる。なんでなんだろう。でも11分経過。おお、意外と意外とって書いて。うわ、でも今日そうだ、 MC とかもあるよね多分。あのまあ短いけど、そんな長くはないけどね。わあ、どうしよう。なんかね、でもまあ久々だからね。みんな見てよ、この後。この後っていうか、まあ6時半からだけど、配信 DMM で配信されるので、ぜひなんていうんだ、生放送じゃなくて、なんだっけ、なんていうんだっけ、ああいうのオンタイム、オンタイムで見てください。MC のリハーサルしよう。いいよ、ここで MC のリハーサル。なんか聞いていただきました、イエーイ。一人で喋っとるやん。最近どうがありそう、確かに。最近どう使いがちよね。だから困った時に最近どう。まだ HKT いたんかって。え、います、まだ10年目ですけど、今年で。いさせてください、まだダメ。でもさ、離れとったりしとったさ、その最初は HKT をしてたけど、ちょっと離れとったとかさなって、まあ、久々にちょっと見てみようかなって思って見たら、まだいたみたいな時あるよね。最近どうっていう、ざっくりとしたり、だから今日もやるかもしれん。みんな最近どう。元気してるとか言ってバリだるいやん。話すことはないんかいってなるよね。いやでもね、本当にレッドの公演、まあ他のメンバーのメンバーとか、他の色、え、何の音、他の色のメンバー、ん、他の色の公演の曲とかもやっぱきついと思うけど、レッドは特別、まあ、特に中盤曲が一番きついかなって思う。真面目に頑張る子がやっぱり揃ってるんで、なんかすごい、でもね、達成感もあるからすごい楽しいっちゃ楽しいんだけど。いや、みんな毎回 MC やってみ？なんかまあそのね、日にちは毎日じゃないかもしれんけど、やっぱ MC をねやることによって、やっぱみんな難しさを痛感すると思うよ。だから一回、あの毎回自己紹介の MC とか考えてくれてるマネージャーさんとかも、そのお題で一回 MC をしてもらいたい。マジでむずいから。あのそんなにね、毎回毎回そんなエピソードないですよってなる、本当に。マジでむずい MC は。本当になんかね、やっぱまあ場数踏んで成長していくと思うのね、 MC とかって。でもやっぱ何年、やっぱ10年やってても MC は難しいなって思う。てか永遠の課題だと思う MC とかって。宮野さん、熊のぬいぐるみありがくま、宮野さん熊のぬいぐるみありがとう。わ、247日目ありがとうございます。今何時？ 45 分ぐらい？あれ？ 30 分から始めたから45分ぐらいだよね。15分経ったから。
今日は15分までに用意を終わらせておかないといけないから完璧にな。だから前髪をもうちょっとセットして歯磨きして衣装に着替えて口紅塗って10年でそう分かったこともあるはある。やっぱなんか最初の頃の MC とかってやっぱりこうやっぱ自分から入っていくのがすごい難しくて、まあ、同期ばっかりの公演だったから今思えばね簡単じゃんって思うけど、やっぱ当時はやっぱ喋るのも苦手だったから人前で発表するのとかも苦手だったから、こまこまさんくまのぬいぐるみありがくま、こまこまさんくまのぬいぐるみありがとう。だからなんかこうもう自分発信で喋るっていうのが難しかったのね。やっぱみんなは最初難しいじゃん、そういうの慣れるまで自分から入っていくみたいな。そうだから私は、まあ、今も別にめちゃめちゃ MC がうまいかって言われたらそうじゃないし、むしろ下手くそな方だとは思うんだけど、やっぱ昔よりかはまあ喋れるようにはなったかなっていう感じかな。なんか別に特別面白いことを言わなくてもいいなってある時思いまして、なんかみんな結構 MC で受けを取らなきゃいけないみたいな感じで思ってしまいがちだと思うのよね。サンダルのちょっとあれを緩めました。膝を非常気にしてなんか私はなんか後輩がさやっぱりこう K4 公演とかで結構助っ人に入ってくれてる時にやっぱ MC のことでさ反省会の時とかになんかもうちょっとこう入ってきてくれると嬉しいみたいなやっぱ言う反省会もやっぱあるわけよ MC のね。でもそういう時にやっぱ私もね初期の頃とかはすごいそういうのが苦手だったからアクセントおかしかったね今、苦手だったから、でも別に受けを取ろうって思うわけじゃなくて、ファンの人はその自分の、まあ、裏側だったりとかそういう楽屋裏とかメンバーのこういうとこが意外なとこがあるよとか、なんかそういうのがそういうエピソードがあって、そのなんか裏ではあこういうことしてるんだみたいな新しい一面が見れたらやっぱファンの人って嬉しいなって思うじゃん、あこういうことしてるんだ公演前にとか。だから受けを取ろうって思うんじゃなくて、そういうなんかこう自分のエピソードとかを話した方がいいよっていうアドバイスを毎回してるんだけど、でもねそれで結構ね後輩のまあクルタンとかさ MC で結構喋ってくれるじゃん K4 公演の時ね、前半 MC とか。だからなんかやっぱりこう先輩の中で MC するのってすんごい勇気いるし、なんなら自分から入ってきてって言われても難しいと思うのよ。私もだってそうだもん。もしさ、まあ、AKB さんと、まあ、一緒に公演する時があった時とかに、まあ、先輩のね大先輩の方と一緒に MC するってなった時、絶対に自分から入っていけないタイプだから、まあねそれは環境が違うかもしれないけど、でもまあ先輩と一緒に公演するってなかなかハードルが高いじゃん。だからなんかそのあんまり気負わずに MC とかね、まあ、その子の良さというか、せっかくね K4 公演に出てくれてるんだったらこういろんな人に自分の魅力を伝えられる場所があるんだから、ね、そういうのもやっていけたらいいなと思って、私はいつも反省会でその MC の話題が出た時はそういうアドバイスをしてるようにしてるなんかね最初ってやっぱ受けなきゃいけないみたいな、なんか笑わせないといけないみたいな感じのプレッシャーに押しつぶされちゃうのよ。やっぱ周りの人はやっぱシゲとかさ面白いじゃん昔からね。だからなんかそのなんかみんながこうなんだろう 笑えるエピソードじゃないといけないみたいな感じに思っちゃいがちだから、そうなんか別に受けなくてもね、まあ今はさまあ、無観客だけど今回はお客さんが入ってた時とかはやっぱりこうフェイスガードとかもしてるしマスクもしてるからこう表情が分かんないね、笑ってたとしても声も出せないからさ、たまにこうクスクスみたいな感じのはあるけど、まあ、昔みたいに大声で笑ったりできないからなんか反応が薄い感じに見えちゃうのよステージ上だと。だから多分余計にこうなんかあ
なんか反応悪かったなみたいな思ってこう落ち込んじゃったりする子もいると思うけどっていう、なんかそういうアドバイスをしてる。すごい熱く語っちゃったけど、うん、あでもまあ私はねそんな MC が上手なメンバーではないんで、あまり偉そうなことは言えないけど、まあ、あの後輩には気負わず MC をしてほしいっていうね気持ちをいつも伝えてますじゃないとさ、なんかこうピリピリしたっていうかさ感じになるのめちゃめちゃ嫌なんだよね私。なんか後輩がこう気まずそうにというかちょっとなんか辛そうに MC をしてる姿を見るのがこう苦しくなっちゃう。なんかあの子すごい頑張ってるんだな今みたいななんか心配になっちゃう。大丈夫かな今みたいな私もそっち側だったから、苦手な側だったからよくわかるのよ。やっぱあーなんかこの喋り方今なんかあんまり良くないなみたいな、話全然広がらないなどうしようみたいな、めちゃめちゃ考えちゃうのよね喋ってる途中に。だから別にあの、まあ、話が広がらなくてもさ、もうね上手な MC 上手なメンバーなんていっぱいいるからさ、その人に任せちゃえばいいんだよ人任せ私がやってあげるからねとかじゃなくて人任せ、まあ、MC 上手いメンバーがやってくれるよとか言ってそうね、みんながそろそろ焦ってくると思うんで私も準備したいと思います。まあ、15分までだから全然まだ大丈夫なんだけどね。では皆さん、この後ぜひ DMM で見てくださると嬉しいなと思います。てかさ、一つっていい、なんかセリちゃんも最近毎日配信してからトークは結構上手になってると思うよみたいなコメントをさ、ちょっとだけ期待したのにさ一個もないっていうねまあいいんだけど全然おもろかったまあでも本当に自分でそう思ってないから、そのなんかトーク上手になったなとかさ、まだ全然未だに緊張するし MC とか。そうでもなんか昔よりかは結構素を出せるようになったかなって感じ、 MC とかで。うん、はい、ということで皆さんごめんね、ありがとうございました。ランキング読んで終わりたいと思います。13位鈴友タンタンさん、12位俊太郎さん、11位ビビタンさん、10位中野の健二さん、9位ホエイさん、8位野村誠さん、7位ポチッチさん、6位菅爺さん、5位神さん、4位コマコマさん、3位宮直さん、2位立花隼人さん、そして1位がイケポンさんでした。はい、ごめんね、拍手したら結構画面が揺れちゃうから太もも叩いとくはい、その他もたくさんコメントしてくれた皆さん、アイテム投げてくれた皆さんもありがとうございました。ではこの後6時半からいよいよ公演が再開するということでみんな頑張る、みんなは頑張らないか、みんなでも見るのを頑張って画面の前で応援しててください。絶対見てね、マジ見逃したら本当にみんな損するよ、本当にへーってなるから、多分湧き散らかすみんなじゃあね、また後で、バイバーイ。